はい、買ってきましたよ。こちらベーコンエッグバーガー。すごい創作メニューだよね。でもあえて誤解を恐れず言うとっぽいですね。はい、めです。こんにちは、どうもどうも。今日はディズニーシーのこちらドクターダイナー来てますよ。ドクターダイナーのね、新しく新登場になったベーコンエッグバーガー、はい、こちら食レポに来ましたね。これ新メニューひっそりとね、こっそりとしれっと発売になってるんですよね。はい、じゃあ今から行ってきます。はい、今キャストからですね、今席が大変混み合ってて、お席の確保は難しい場合がございます、ご了承くださいっていうスピールがありました。入口は空いてんだけどもね、全然ご最後尾でスルッとここまで来れました。この時間空いてていいね。はい、今日こちらにします。ベーコンエッグバーガーグラタン仕立てコールスロー付きセット B、 セット A、 あ、セット A、 B で違うんだね。セット、ああなるほど、ああ消えちゃった。はい、セット確認しました。セット A、 セット B って2種類あるみたいですね。セット A はね、クリームスープ、チーズケーキとバニラムースでドリンクがつくんですね。でセット B だとフレンチフライポテトとドリンクしかつかないんですね。はい、なのでセット A のが豪華ですよね。永遠にしてみよっかな。やっぱね、ポテトだけだとね、ちょっとうーんって感じなので、結構腹も減ってるので、セット A、 豪華にセット A にしてみようかな。このクリームスープがつくの気になるよね。はい、買ってきましたよ。こちらベーコンエッグバーガーグラタン仕立てコールスロー付き、はい、こちらの A セットになりますね。こちら、はい、まずですね、ベーコンエッグバーガーが全然思ったのと違うのが出てきましたね。なんだこれ、これがハンバーガーだそうですよ。でキャストに聞いたら、フォークとナイフでお召し上がりくださいとのことです。これをハンバーガーって言うんだ、すごいな。でもでかいよね、すごいボリューミー、食べれるかな。そしてコールスロー、はい、こちらコールスローですよね。で今回セットはですね、このスープとそれからこのムースとでドリンクチョイスでドリンクコーヒーにしました。はい、こちらセットで2460円ですね。はい、じゃあそれでは改めましていただきます。はい、いただきます。いやー、予想外ですね、これはびっくりだ。はい、じゃあまずはスープいただきます。いやー、今日ね、12月でさっきね、クリスマスのハーバーショーを見てて、今日意外とあったかいんですよね。よかった。はい、いただきます。あー、スープ美味しい、すごい、めっちゃ具がいっぱいの、なんかホワイトクリームスープって感じですね。いやー、めっちゃ温まる。店内意外と空いてますね。もっと混んでて、あの壊滅的かと思ったんだけど、思ったよりも空いてます。スープ美味しい。でもね、ちょっとこれ塩辛いね。はい、塩辛いんでね、これ水やお茶がこれ欲しくなる系ですね。ちょっとクルトン乗ってるんで、意外とこれお腹に止まります。はい、いただきます。まずね、お子様ランチみたいにね、旗が乗ってるんですよね。旗棒かよって感じで。はい、アメリカの国旗乗ってます。国旗は、はい、退場していただいて、じゃあね、グラタン仕立てっていうことで、まずこのグラタン部分ちょっと食べてみようかな。ちょっとグラタン部分食べてみます。これグラタン部分ね、今日いただきます。あ、グラタン美味しい。チーズとね、なんかクリームと、あとこのデミグラスソースと、なんつうの、あのドリアンのご飯抜き、ドリアライス抜きって感じですね。うん、まずグラタンは美味しいです。じゃあこのでっかいハンバーグいくよ。めちゃくちゃ大きいハンバーグ。はい、じゃあこちらハンバーグとグラタンとソースと絡めて、はい、いただきます。おいしい。あのね、ハンバーグドリアのご飯抜きって感じ。前あったよね、このハンバーグドリア、あのハンバーグドリアからライスを抜いて、このデミグラスソースとハンバーグとこのグラタン部分だけで食べてる感じですね。でね、このなんだろう、これは目玉焼きがあるんですけど、ターンオーバーっていうんですか、両面焼きみたいな、はい、そういうのが乗ってますね。もう一回いくよ。おいしい。上のパンいってみるね。
このグラタンのソースの部分にこのパンとハンバーグ絡めて、ためにくいんだこれ、ガスッと。こちらいただきます。でかっ、いくよ。これね、美味しいよ。すごいな、美味しい。もっとね、残念かと思った。なんて失礼な。びっくりするぐらい美味しい。マジで。もう一回。めちゃくちゃうまいな。まずね、ハンバーグが美味しい。あのでっかいミートボールなんだけど、原則でもね、表面焦げ目ついてて、過去のでっかいミートボールのハンバーグよりもなんか美味しい。でね、あえて誤解を恐れず言うと、デニーズっぽいですね。デニーズもさ、なんかデミグラスハンバーグのなんかピチューとかドリアとかなんかそういうのあるじゃないですか。デニーズっぽい味が、うん、すごい。具もいっぱいだしね、この普通にグラタン美味しいし、ハンバーグも結構ね焦げ目ついてて、あのでっかいミートボールからね進化してる。で、上にでっかいベーコン乗ってるし、でこのターンオーバーの目玉焼きも乗ってて、具もたくさんで、これはいいね。何より美味しい。すごい、うん、むちゃくちゃうまい。この間ね、あのカフェポルトフィーノでシェパーズパイ食べて、ぶっちゃけめっちゃがっかりしたんで、あのシェパーズパイ帳消しですね、これで。あのクリスマスのシェパーズパイ食べるんだったら断然こっちだね、絶対こっち。むちゃくちゃうまいこれ、うん、ハンバーグが美味しくなってる気がする。昔よりも、その昔よりもっていうのはパーク全体のって意味ね。 2,3 年前 の、 あのプラザパビリオンレストランとか、あとホライズンベイなんかで、ね、よくある、あーこれね、はいはいはいって、あのよくあるハンバーグあるじゃないですか。あの辺に比べるとなんかこれハンバーグ美味しくなってる気がするよ。なんか違う。いや、このグラタン風ベーコンエッグバーガー、これ当たりだね、大当たり。これはすごい創作メニューだよね。でもグラタンとベーコンエッグバーガーを合体させるっていうねすげえ創作メニューなんだけど、でも美味しい、まあ、普通こういうのってね、ベーコンエッグバーガーだったら味付けってトマトケチャップでしょ。それがね、デミグラスソースなんだよねでグラタンになってんの、なんだこれ。グラタンとベーコンエッグバーガーの融合で、バーガーなんで、これあの下のパンの部分がこのグラタンの下の方に入ってますね。パンの挟む下もパンがね、がグラタン部分にこれ入ってます。うーん、うまい。はい、これね、ハンバーグ絶対これマヨと変わってるね。多分その合いびきだと思うんだけど、牛とか豚とかパンとかの配分多分これ変えてると思うな。うん、なんかね、すごく本物のハンバーグに近くなってるでっかいミートボールじゃなくなってますね。かつハンバーグ焦げ目もついて、あの香ばしい感じもするし、これ変えてるねこれ絶対に。はい、メインプレート完食しました。そうそう、あのコールスロー忘れました。コールスローいくよ。うん、これは普通に美味しいですね。コールスローもこれ食べれるの、これここだけだよね。なんかね、普通のカップサラダにせずにこういうコールスローにするのも好印象ですね。どこでも出せるカップサラダにしときゃいいのに、わざわざこんなね、あのアメリカンというか、この場所に合わせてこうやって変えてんだとしたら、これ大したもんだよね。はい、じゃあデザートいきます。やっぱね、ドクサーダイナーっていうことで、ドクサイド、やっぱね、この船にちなんだこの怒りのチョコが乗ってるのがいいですよね。じゃあこれチーズケーキとバニラのムースということで、いただきます。この下のこれバニラムースかな。はい、下からいくよ。うん、バニラムースなんだけど上にゼリー乗ってるので、ちょっと味の変化がありますね。下はこれベリーかな、どうだろう。ああ、これね、美味しいね。前も食べたかな、これ。いつものベリーソースが少なめなんで、これは美味しいです。下の方にゼリーがあるんだけど、このゼリーとバニラムースがこれ美味しいですね。はい、こちら怒りのチョコもいただきます。うん、これは
チーズケーキかな、チーズケーキいただきます。これね、いつものスーベニア系のムースと違ってこれ美味しいですね。下半分がゼリーなんでさっぱりと食べられます。はい、完食しました。うまかったです。ベーコンエッグバターも完食、コールスローも完食、スープも完食、デザートも完食です。うまかった。はい、ドクサダイナーのこのベーコンエッグバーガー、グラタン仕立て、コールスロー付きのこのセット、はい、完食しました。いや、これめちゃくちゃうまいね。びっくりした。すいません、正直ね、もっと残念かと思いました。ごめんなさい。めちゃくちゃうまくてびっくりした。あのこの間ね、ちょっとセパーズパイがあんまりにも残念だったんで、やっぱなんかそのトラウマっていうかね、そんなにやっぱり期待しちゃあかんなっていう風にねちょっと思ったんですけど、いやこれほんと美味しかったな。ほんと失礼、ほんとごめんなさい。まずね、グラタンが普通に美味しいね。デミグラスソースとこのチーズとクリームのこのミックスしたグラタンが美味しいし、でこのベーコンエッグバーガーのねのグラタン風ってだけあってね、合体してるんですよね。すんごい独創的ですよね。いやハンバーグもこれ絶対これクオリティ上がってると思う。今までと違うと思うよ。で焦げ目ついてすごい香ばしかったし、でこのデミグラスのソースもね美味しかったし、でグラタン風ってことでグラタンになんかハンバーグが入ってる感じで、それにベーコンとかあと卵が入ってるんですよね。いやー、一見ギョッとするけど、いやめっちゃ美味しいんでぜひ食べてみて。でめっちゃお腹いっぱいになります。でコールスローも普通になってバランスいいでしょ。でスープもついてきて、でデザートもついてきて、でこれで2460円か。高いんだけど、まあ美味しくてボリュームあるんで、まあ納得かな。こういうねファストフード系でクイック系でトレーに乗っけて入ってるセットで2400円って結構インパクトあるじゃないですか。だからちょっと抵抗あると思うんだけども、美味しいしお腹いっぱいになるんで、まあ OK かな。でちょっと高いなっていう場合はこれ単品のいいと思います。単品だとね1480円なんで、これ1408円だったらいいと思いますよ。美味しかった。美味しくてボリュームあるんでおすすめですね。いやー、舐めてたわこれ。ちょっとシェパーズパイよりも断然こっちですね。はい、なのでおすすめです。こちらねクリスマス限定とかじゃなくてレギュラーですので、はい、あのずっと多分あると思いますから、これほんとおすすめなんでぜひこれ食べてみてください。美味しかったです。おすすめです。はい、以上ドクサダイナーのベーコンエッグバーガーグラタン仕立てコールスロー付きのセットのレポートでした。じゃあね、バイバーイ。